こんにちは、今日はですね4月の7日ですね、昨日6日の、水曜日のお話をしていこうと思います。昨日はですね、前回の動画にもお話ししたようにね、火曜水曜とマドリードのチームの2つがね、チャンピオンズリーグの試合があったので休みということになったんですけど、まあ、もうなんか草サッカーみたいなこと言ってますけど、まあ、そういうことになりましたと。で、まあ、個人的には火曜日は、セカンドチームね、自分のチームのセカンドチームと練習して、で昨日はね朝午前中に一緒にピソの住んでる選手たちと一緒にボール蹴りましたと。まあ、この前のね動画でもね、その様子は、上げているの、ので、まあちょっと軽くねちらっと見ていただけたら、分かるとは思うんですけど、まあ、そんな感じでトレーニングをしましたということです。非常に、ね、1日通して、充実した1日を過ごすことができました。昨日はですね非常に僕的にも満足というか、しっかりと自分のやることやるべきこと、やりたいことと、あるんですけど、それをうまく整理して、できたと思います。まあ、もちろん勉強のところもね、夜になりましたけど、することができましたし、まあ、午前中はね、朝起きて、トレーニング行って帰ってきて、そこから軽くねちょっとお昼寝をね1時間ぐらいして、その後にまあ電話したりとか、まあ、その電話の内容も、まあ、今ね、たまたまっていうか、たまたまインスタで、あの僕の三神戸の大学の先輩のねキャプテンの人がカメラマンの募集みたいなことをやってて、で僕も知り合いがいたのでちょっと連絡取ってみようと思って連絡したのがきっかけで電話することになって、健吾くんって言うんですけど、健吾くんとね、電話させてもらって、僕がね今思い描いている、まあ、ことあのスクールとかのことがあるんですけど、クリニックをねやりたいと思ってて、まあ、それの実現のためにね、一緒にパートナーとしてやりたいなと、思ってることを、まあ、伝えて、まあ、仲間集めというか仲間探しなんですけど、今はその段階で今やっています。なんでまあそれがね、現実的にこう一緒にタッグ組めてやれるとなるとなかなか面白いなと思っていますし、まあ、こうやって大学のね先輩と一緒に、同じね熱い気持ちで押し込みさせてもらえたらねなおさら嬉しいと思います。まあ、来週にまたね、動画で、ビデオでね、話しするので、まあ、それも含めてこう少しずつでもね進んでいけたらいいなと思っています。はい、まあ、そんな感じです。まあ、で昨日は、まあ、そういう刺激的な、こともありましたし、まあ、本当にね、一応オフではあるのでオフなんですけど、子供たちの練習があったので午後はね、それがあってから、また自分のスタジアムの方に行って、子供たちの練習して、で終わってからね、まあ、リラックスしてという感じで、まあ、チャンピオンズリーグのねマドリードとマドリードの試合見ながらリラックスして、過ごさせてもらいました。非常に充実した一日が過ごせましたし、これからね、今日もね同じように午前中から、動かさせてもらって、ただちょっと体調がねあんまり優れてないので、ちょっと微熱ありますし、7度5分ぐらい7度3分とかさっきあったかな、ありますし、ちょっと鼻水の方も出てるので体調があんまり優れてないんですけど、とはいえねまた今日から練習は再開して、まあ今週は全部で週に3回の練習ですね。月木金とあるので、しっかりと練習して、まあ、日曜日の、試合でねやれることは限られてきますけど、とはいえね、まあ、試合はありますし、でフェルセラディビジョンでのね試合ですので、相手もいますし、しっかりと自分がねいいプレーできるようにコンディション整えていきたいと思います。まあ、今週のね、サッカーでの目標とか練習でのね目標に関してはもちろん自分に集中することなんですけど、まあ、イライラしないで自分にしっかりフォーカス向けてしっかりコンディション作ろうということが一番なので、まあ、しっかりいいコンディション作って、いいパフォーマンスできるように
準備をしていきたいと思います。そんな感じで今日の一言人間にしたいと思います。また見て、こんな感じで終わりたいと思います。ではまた。